ピー、そこあなた、イエローカード、どうも、ぼーちゃんです。あなたの心にチャージング、ちゅうちゃんです。どうも、アンダーズです。チャンネル登録1000人突破記念企画第1弾、新曲歌詞当てクイズ。6年生の子供たちから、言葉と思いを受けて、播磨小学校の6年生と一緒に卒業ソングを作りました。はい。前、ぼーちゃんと2人で作ったんで、しゅうちゃんまだ歌詞を知らない。そんなしゅうちゃんに今日は歌詞クイズをしたいと思います。じゃあ、当てたる。当てたる。では早速いきましょう、はい、今日は回答者はしゅうちゃんです、はい、ではいきます。見慣れた光景、楽しそうに笑った声、ポエムみたい。当たり前の日々が明日にはもう終わりだね。ほにゃらららら、で喧嘩して泣いてしまった日も、共に過ごした時間がほにゃらら深めた。これは誰が考えたんですか？誰基本は、まあ、6年生がアンケートみたいなんで入れたい言葉ありますかみたいな、思いを書いてくる。あ、でそれを受け出したりとか、はいはい、いい感じに歌詞っぽくしてってことやんな。そう、へえ、すごいな。だからちょっとさ、学校のさ光景そのがやっぱ日々の生活がなんか、ちょっと待って、それヒントやな。結構これヒント、これヒント。だから、うん、場所やねん絶対。おお、あ、どこどこで喧嘩してな。そうそうそう、うん、運動場ちゃうな。ここでだから些細なことで喧嘩して泣いてしまった日も、や、知らんけど、まあまあ運動だけが、共に過ごした時間が、ああ、絆深めたよ。おお、じゃあしゅうちゃんの答えを発表していきます。はい、あ、何気ないことで喧嘩して、惜しい。絆は合ってますね。はい、よいしょ。これセンスある。あるある。学校の日常を歌詞に表してる、うん、でほとんど子供たちから出た言葉をつなげて作っています、うん、では次行きましょう。出だしいや、ほにゃららら、ら毎日とさようなら、うん、君がいたから踏み出せたんだ、大切なその一歩、ああ離れていてもほにゃららら、ら思い出が心の中でつながっている、いつまでも、じゃあまたね。何々何々毎日と、何々何々毎日と、難しいな。まあ楽しかった毎日とみたいな、うん、でもそういうことやんな。でもそういうことやんな。え、あ、え、何気ない毎日とかぶせてくるパターンもあるな。天丼してんの、天丼。歌詞天丼してる可能性もあるもあるある。なんやろ、離れていても大切な思い出が、そらに、どうやろう。推理してる、推理してる。出た。ハンマーカンマー、ハンマーカンマー。モノマネ、モノマネすない。ハンマーカンマー。そこも被せる。あ、わかった。かけがえのない。おお。いい感じ、いい感じ。思い出が心の中でつながってる。何気ない。毎日とさようなら。君がいたから踏み出したんだ、大切なその一歩を、離れていても何だっけ、かけがえない、かけがえのない、思い出が心の中でつながっている、いつまでも、じゃあまたね。正解はこちらです。歩み続けた毎日と、色褪せの思い出ですね。あ、みんなで歩み続けた毎日、こう成長し続けた毎日、さようなら、踏み出せたんだ、その一歩につながってますね。歩み続けた、ここで、ああ、なるほど。そうそう、つなげてます。はいはいはい。そう、いや、ここ正解してほしいから、うん、あえてヒントあげようか、俺から。まあ、俺6年担任やから、うん、2番は運動会をテーマにしてます。これは大ヒントやな。この全力で見せたっていう歌詞は、子供たちがどうしてもやっぱ入れたいという言葉で、今年の6年生の運動会のテーマだった、全力で見せるっていうテーマで運動会をしたので、そこを歌詞に入れてます。握ったろ、うん、握るものって言ったら何が、寿司とか握らんやろ。ジャリジャリやねん。気持ちを一つに握った、ああ、だから握るもんって言えば、うん、ツナやん。ああ、うん、バトンか。リレーの、リレーの、お、ありえるんじゃん。ありえるぞ。握ったバトン、気持ち一つにバトンをつないでいくみたいな。いいよ、握ったバトンちゃん。おお、誓い合った仲間を信じて、お、ぽいぽいぽい。さあ正解いきましょう、はい、正解こちらです。おい、誘導させたのやっけ。フラッグでした。では次行きましょう。おい、ヒントはもうじゃあ、なんだ、だんだん盛り上がる、だんだん盛り上がって、最後スパーンって感じ。この今までの歌詞でやっぱ入れたい言葉はって6年生に聞くと、多くの人がやっぱそのことを出した、うん、ただわざと使わなかった。一番気持ち込めて伝えたい言葉やから、
わざと歌詞には使わずにここまで寝かしていて、ここの一番最後のところで使いたかった、登場するんですか。で何度も繰り返し使おうか、大切な言葉が使おうかなと、みんなが入れたい言葉が使おうかなと話し合ってんけど、坊ちゃんと、いや、あえて一回だけ歌詞に出そう。その言葉、なんやろ、わかる、俺わかる、絶対わかる、絶対わかる。卒業ソングでさ、うん、卒業ってことを考えた時に伝えたい言葉ってなんかあるやん、まあ、ありがとうでしょうありがとうでしょう。では正解発表します。正解はこちら、じゃん、ありがとう、さようならでした。さようならは使っとく、これもう一回最後だ。あー、しっくりくるこれはアワターズの新曲、6年生と、まあ、一緒に作った曲って言ってもね、うん、いいと思います。これがどういう風に曲になってるかってことやな。うん、まあ、でもここまで見てくれた人のためにちょっとこう、ちょっとこう歌うの聞きたくない。でもここまで来たらちょっと、たではじゃあ僭越ながらいきます。はい、手拍子いる、いらんおじいちゃんもいる、おい歌ってね違う、今ボケるとこじゃなかった歌い出してたの、ね、じゃあ本気でいきましょう、はい。歩み続けた毎日とさようなら、君がいたから踏み出せたんだ、大切なその一歩を、離れていても色あせぬ思い出が心の中で繋がっている、いつまでも、じゃあまたねです。どうどうどう、ちゅうちゃん、どう、うまいうまいわ、おかしい。これはでもほんまに、ね、なんかその6年生と一緒に歌えたらいいなと思って作ったので、うん、みんなで歌う機会があれば、はい、この後に公開する歌の動画をたくさん見て、この歌を覚えてください、うん。この動画がいいと思った人はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。ぜひ曲を聴いてください、はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、ジョーセフ、ジョーセフ、ジョーセフ、おいおい。悩んだり立ち止まったり、君が道に迷う。